でどのぐらいの割合で、割合というか数出るのか、まあ楽しみですね。何個トラマス作れるかな、ちょっと楽しみですわ。で、1、10、100、1000だから、1330連ですね。うん、行きたいと思います。ドーン、どりゃ、早速出ましたね。これまたトラモグが大量に余るパターンですね。それ以来出てないっすね。
800連か。800連終わったところで、まあ、ちょっと100万じゃねえ、1000連いったところでちょっと見てみますか。トラマスできないからな。あれ何一個だけなんかあれオールのやつ出た。あそういうこと。星にトラモグ 1% のやつか。これ 5% のやつだね。トラモグのコーナーも出るんだね。までだからあと3日あるんですね。今日は27日の水曜日なんで、まだこっちの強敵は倒してないんで、これもちょっと動画にしようかなと思っております。これで1万もらえるのか。だから20連違うか、1万だから100連か。なるほどこれはちょっと結構回んないときついな。まあでも自然回復で
やれてるんで今のところ、ちょっとまあ意識してやっていこうかな。まあ、じゃあ残り弾いていきます。お、出た、レイミとれ。今となってはもうそう、なんだミリーのお守りでもいいからトラマス完成させたいよ本当に。みたいな、ちょっとなんかパーセント上がってきたんじゃないかな。すげえよな、アクティブプレイヤーが本当いいっすね。賢者の石まであと100万ぐらいか、90万か。頑張るか。報酬全部取る勢いで頑張るしかないっすね。もうそれにはラピスが足んない気がするな。ダダッコみたいになって。はい。というわけでね、結構渋いという結果になっております。はい。皆さんもね、あと3日、できる限り周回してね、まあ、この弓はせめて作りたいっすよね。烈風新月。オートリジェネで攻撃力110なんで、まあ、これはちょっと作っときたいよなと思うんで、ぜひみんなも、頑張ってみてください。ではでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。